皆さん、こんにちは。ペリディスト小澤です。昨日のエルクラシコでの快勝大勝がちょっと霞むなというぐらいに、個人的にもショッキングなニュースが入ってまいりました。昨日の動画、レビュー動画を出した時には大丈夫でしょうと、いう発言をしていたんですけれども、どうやらバルセロナのデンベレ、パリ・サンジェルマンへの移籍が秒読み段階で、おそらく本日7月31日、彼の、今現在のバイアウトの5000万ユーロをパリ・サンジェルマンに用意してもらって、契約解除を、バルセロナに一方的に通告するのではないかと、その可能性が高まっているということで、デンベレのパリ・サンジェルマン移籍についてお話ししたいと思います。はい、急転直下、パリ移籍が現実味を帯びてきたデンベレですけれども、当然ながら昨日、アメリカ遠征ツアー中のバルセロナのフロント、そしてチャビ監督大慌てということで、デンベレ側との会談を待て我間に、フットボールダイレクター、そしてチャビ監督と、行ったようですけれども、どうやらデンベレ自身が、パリ・サンジェルマン移籍に関しては、行きますと、同時に、クラブに対してパリ側から、正式な、ルートとして、デンベレと移籍交渉させていただきたいというような、レターがどうやら届いたようですので、もちろんこういう事態に急転直下になるということは、これまでの、期間、どれぐらいの期間を話し合ってきたのかは分かりませんけれども、水面下では、デンベレ側の、代理人武蔵そこと、パリ・サンジェルマン側が、移籍に向けて、条件面を詰めてきて、そこは、選手とクラブ間では合意に達したということがあるからこそ、急転直下この事態、慌てふためいているバルセロナという構図になっているんだと思います。改めてデンベレの、契約状況の整理をすると、昨年の夏、2022年の、夏に、バルセロナと、一旦は、契約が満了したんですけれども、バルセロナとしてもさすがに、ネイマールが2017年に、契約解除金を、満額支払われてパリに強奪されましたので、その移籍金の約半分、半分以上ですけれども、グロスで 1.5 億ユーロぐらいをかけてデンベレを、ドルトムントから獲得をしました。その契約が、5年契約でしたので、2022年の6月末時点で切れまして、デンベレ側は、契約延長交渉を、なかなか、スムーズには進めてこずに、一旦はバルセロナとの契約が満了しましたけれども、7月に入ってから契約延長を結んでということで、プラス2年、2024年の6月まで、現状の契約が、結ばれましたということなんですけれども、昨年の夏も周知の通りバルセロナ非常に財政状況が厳しく、なかなか、デンベレ側に納得の、いく年俸提示、条件提示ができなかったということで、デンベレ側が、契約延長してあげる代わりに、契約期間は2年という、短い期間プラス契約解除金バイアウトに関して言うと、2023年の7月末まで、ちょうど本日ですけれども7月31日までの、契約解除金は、デンベレ側に有利になるように5000万ユーロの比較的低い金額に設定させてもらいますと、それプラス、その5000万ユーロの 50% 半分に当たる2500万ユーロは、もしバイアウトが、満額払われた時には、50% そのまま選手代理人に入ってきますと、その条件をバルセロナも、飲まざるを得なかったと、お互いに妥協をしての、昨年夏の契約延長でしたので、低い契約解除金の設定になっておりまして、実際に明日8月1日になると、その契約解除金1億ユーロに倍増されるということで、もしデンベレを、取りたいクラブがあれば、本日7月31日までの、タイミングであれば5000万ユーロで済むということで、そこに名乗りを上げたのが今回のパリ・サンジェルマンでしたと。ただ、契約解除金はね、デンベレの、今のプレイヤーとしての各パフォーマンスレベルからすると5000万ユーロ安いと思うんですけれども、当然ながらデンベレが納得するような、年俸も提示しなければいけませんので、それだけの、提示ができるクラブは当然ながら限られていますし、プレミアリーグの一部クラブあるいは、パリ・バイエルンといったね、クラブだけでしょうし、昨年、契約延長問題で揉めている時にもパリ・サンジェルマン移籍かみたいな話はありましたし、実際に契約を満了して、フリートランスファーでパリに行くんじゃないかというような噂もありましたけれども、どうやらパリ側もこのタイミングですので、現在デンベレがバルセロナで受け取っている年俸、推定で1600から、1900、2000万ユーロはいかないようなグロスの年俸のようですし、手取りで言うとおそらく1000万ユーロぐらいだと思うんですけれども、それの倍出しますというような、オファーをね、デンベレ側には提示しているようですし、プラス、そして何より代理人の武蔵そこからすると、このタイミングでね、パリに移籍をすればそのままではないでしょうけれども、デンベレと、2500万ユーロを山分けできるということで、当然ながら代理人からすると、今シーズンもバルセロナでね、デンベレがプレーするよりも、パリ・サンジェルマンに移籍する方が、大きな大きな金銭的なメリットがありますので、それは動かしたいよなと、そこの本音はね、透けて見えますし、そこは納得しますけれども、ただ一方で、バルセロナ側から、特にチャビ監督からすると、デンベレ
がこのタイミングで抜けて、シーズンを始めてしまうのが頭が痛すぎるなと、まあ、なぜかというと、まあ、デンベレが残していく移籍金2500万ユーロしかクラブには残りませんし、まあ、当然ながら、現在のラリガのファイナンシャルフェアプレーの、条件からするとバルセロナはその、ね、2500万ユーロを丸々、補強に使えるわけではありませんので、まあ、現状確か 40% しか使えないですし、そもそも2500万ユーロで、ね、その軍資金でデンベレ同様の、そのレベルの選手を取ってこれるはずもありませんので、デンベレぐらいの選手であれば最低でもね、今の相場ですと1億ユーロはかかってくるということで、まあ現状昨日のエルクラシコでも明らかでしたけれども、チャビ監督にとって、まあ、4-3-3 の右のウィングはデンベレがね絶対的な選手ですし、まあ、もちろん、控えにはハフィーニャがいるんですけれども、まあ、デンベレがいる以内では、大きく戦術システムが変わりますので、これがねデンベレが抜けてしまって、しかも大きな補強なくシーズンが始まるとなると、まあ、ちょっとラリーガの連覇はもちろんですし、 CL のね奪還みたいなところは到底難しくなるかなと、個人的には大きなそれぐらいの戦力ダウンじゃないかなと思いますし、まあ、とにかく今一番焦っているのはねどうやらチャビ監督のようですので、まあ、相当昨日も、デンベレとね個人面談をして、まあ、説得しているようですけれども、まあ、おそらくスペイン本日の7月31日、まあ、現地時間で、夜が明けて、まあ、日中の時間帯でデンベレの、代理人なのか、まあ、代理人の使いなのかは分かりませんけれども、ラリーガのねオフィスに5000万ユーロの、小切手をね持って行って、バルセロナとの契約解除を一方的に通告するのではないかなというふうに思います。まあ、当然ながらカタルーニャメディアもこちらの、デンベレのねパリ移籍を大きく取り扱ってますし、まあ、どうやらバルサも全面戦争するぞということで、もしねデンベレを強奪された時には改めてウェファに、ファイナンシャルフェアプレーの問題で訴えるみたいなこともちらつかせているようですけれども、まあ、クラブとしてバルサとしてできることはかなり限られていますし、まあ、希望的な観測でカタローニャメディアは、まあ、デンベレ側は、まあ、このね、形でのバイアウトを満額支払う形での、バルサの去り方をしたくないということで、まあ、できればクラブ間行為をしてほしいと、まあ、そうなってきた時にはおそらく5000万ユーロの、移籍金契約解除金では、収まらないことになるんでしょうけれども、まあ、いずれにせよデンベレ側が、まあパリ・サンジェルマンのオファーにシーとイエスと、答えたのであれば、まあ、もうその流れに沿って、この物事は進むしかないかなと思いますし、まあ、これでねバルサから、デンベレほどのクラックが抜けることは当然ながらラリーガにとっても、看板選手をまた一人失うことになりますので、まあ、来シーズンのラリーガにとっても、大きな戦力ダウンになりますわねということで、非常に、個人的にも残念な、ニュースとして受け止めております。ということで今回もご視聴いただきありがとうございました。まあ、明日8月1日にデンベレがね急転直下改めてバルサに残留しましたみたいな動画が出せるといいんですけれども、ごくわずかな一部の希望はね持ちながら本日を過ごしたいと思いますけれども、また次の動画でお会いしましょう。アスタラプロキシマ。